さあ、ということで、この、今日は、その経済、経済政策、あるいは政治が、どれだけ日本に大変な事態をもたらしているのかという現実を知っていただいて、私は絶望するって言ったわけじゃないんですよ。絶望する必要はないんですよ。この現実を理解した上で、さあどうしようかというような政治的な動きをやっていかなくちゃいけないんですよということをお話したいと思うんですけども、改,改めて整理してみると、いや、すごいですね。 めちゃめちゃやられましたね。特に安倍政権、第二次安倍政権が始まって以降がすごいんですけどもね。で、全部取り上げられませんでした。代表的な事例だけ取り上げたんですけどそれでも相当にあるんで、えー、ぜひ皆さん現実を理解していただきたいと思います、えー。まず基本です。このグローバリズムのトリニティの構造改革ですね。このレトリックって、まず初めに緊縮財政ありきなんです。 だから私は、とにかく、緊縮財政だけは転換させなきゃいけないと繰り返し訴えているのは、これがあるから、その規制緩和や自由貿易、止められなくなっちゃうからなんです。はい。あの、緊縮財政やめて、財政拡大です、デフレだけやるてやったら止められます。止められます。緊縮財政が続く限り止まりません。え、まず、国の借金で財政破綻する。つまり、え、政府はもうお金を使えない。節約しなくちゃいけないってことですよね。それと当たり前だけど、 公共サービスの維持は不可能になります、えー、あるいは公共インフラの整備も不可能になりますだって金がないんでしょうと金がないんでしょうすると必ず規制緩和って話になります民間活力の導入が答えですよと公共サービスは今ままでは国がやっていましたけどあるいは地方自治体がやってましたけどこれは民営化するかあるいは規制緩和して民間に任せようじゃないですかとその時にこう任せられる人たち 分かりましたとここ入ってくる人たちが本当の意味での既得権益者です今の日本において、はい、要は自分のビジネスの儲けのために新規参入するってことですそのためには規制緩和が必要だからそれを政治家にやらせてるわけです実際例えば、えー、規制改革推進会議の、えー、議長代理かな金丸京文彼は IT 会社のフューチャーの社長ですからねそういう ビジネスマンが入っている。あるいはその、えー、未来投資会議の竹中平蔵さんもそうですね。パソナの会長ですから。そういう民間の経営者たちが自分たちのビジネスを拡大するために規制緩和を求めてるんです。だから政府の諮問会議とかに入っていって、それあたかも日本政府はというような顔をして発言して、それで動かしてくるんですよね。はい。ということで、えー、規制緩和、誰が求めてるんですか日本人じゃありません。一部の経営者なんです。 ビジネスを拡大したい人たち。さらに厄介なのが、そのビジネスを拡大したい人たちの中には、外国人っていうのが入っているので、まあ自由貿易ですよという話になっちゃうんです。つまり外資規制やりませんと。はい、この、ここで自由貿易っていうのは外資規制やりませんってことです。国境をなくしましょうと。とということで、ついでに外資に市場を開放しちゃいなよと。自由貿易でウィンウィンだよ、なんてこう、こう、ことを言ってきてですね。<laughs> あの、日本に外国からの勢力が市場緩和、市場開放とか規制緩和を求めていくんです。 ロバート・フェルドマンなんか典型ですよね。<laughs> なんであんな外国人が日本政府の諮問会議とかに入れるんですかそもそもおかしい。選挙権もないと、日本国民でもない、国籍もない人間が、普通に外国人の立場で日本政府に入っていって、様々な規制緩和や自由貿易を推進してるっていうのが、これが現実なんです。で、なんでこんなことになってるのかっていうのは最後に話しますけど、とりあえず事例をいくつかご紹介したいと思います。まず、これ間もなく実現するのかな工学医薬品については、 公的医療保険の対象外にしましょうと。これは財務省がもう言い出してます。えー、財政制度等、えー、審議委員会かな。まあ、要は財務省の諮問会議にもう提案してます。これなんでかというと、なんでかというと、まあ、なんでかというと、あれなんだけど、例えば、まあ確かに高い薬あるんですよ。あの、例えばガンの特効薬ですけど、1回使用は50万円ですと。 私に言わせればそんなものをとりあえず政府がお金支出してその製薬会社とかにコスト削減してもらうとかとかあるいはその公的医療で普通にカバーしてないんですよ <laughs> 普通にカバーしてないんですでもそんなことはそんなことしたら医療費がどこまでも膨らんで膨らんでって医療暴国になるだろう、まあ、これ次の話でも絡むんだけど、まあ、そういう緊縮財政の発想がまずあるんでじゃあどうしようってことになっちゃいますよね。 なんかこの薬を飲んだら命助かるけどこれ公的医療の対象外なんだってとこの病気になった時私助からないわお金払えないからというような話になっちゃいますよねということで政治が動きますじゃあ民間の保険サービス拡大しましょうよ医療保険についてとでいざという時は高額医薬品をまあ使って治療しなくちゃいけない時その保険入ってれば大丈夫でしょうと。 公的医療はもう、もう財政破綻するから、この医薬品について適用することできませんけど、まあ、民間の保険サービス開放してどんどん入ってもらって、で、皆さん入ればいいじゃないですか、国民の皆さん。うん。まあ、結局金払うんだけどね。<laughs> 国民が金払うんですけど、保険料と。するとするとまあ言うまでもないんですけど、アメリカからあの悪名高き医療保険会社の連中がやってまいります。待ってましたと。待ってましたと,したと。我が社の医療保険サービスに入れば、いざというとき安心だよと。 あの、アメリカの医療保険会社って悪名高き株式会社ですから。株式会社。利益最大化のために存在しているのがアメリカの民間医療保険会社なんですよ。ということは当然、保険料はガバガバ徴収しますし、保険金はできるだけ支払わない。様々なこう、条件つけてですね。そういうビジネスをやるに決まってんじゃないですか。そうしないと利益最大化できないんだから。で、そんな保険とんでもないっていうのが、これは我々の常識なんですけど、アメリカ普通ですからね。アメリカ普通。 ということで、とんでもないっていう話で、いや、だから日本の公的医療保険で普通に適用範囲拡大していけばいいじゃないですか。国民助けるためなんですから、少々高い医薬品があったってカバーすればいい,すればい,いでしょうと。お互い助け合いなんですからと。いう発想に対して歯めにな、歯止めになっちゃうのが、だから、緊縮財政なんです。医療暴告です。財政破綻します。って言われると、ああ、そっか、財政破綻するんだったら公的医療の保険の拡大はできないんだな、というふうに思い込まされて、 それでアメ,アメリカの医療保険会社が儲けるという、ただそれだけの話です。本当に。びっくりするぐらいこれだけの話なんです。だから最初の緊縮財政がなかったら、後ろの二つは成立しないんですよね。いや別にだって日本は国民、あの、皆保険で世界に関たる、みんなが羨ましがるような素晴らしい制度があるじゃないですかと。で、財政があの拡大しなくちゃいけない。まだデフレだからいいじゃないですか、とりあえずは。<laughs> 今こういうレトリック使えるよね。政府が支出を増やすんでしょと。え、何が問題なのと。 それで新しい、まあ、まあ、同時に、ま、その新しい医薬品とか医療技術とかについて、保険適用すると同時に、本来だったら、日本の政府が金出してでもあ、日本の製薬会社を立て直していく必要があるでしょうね。皆さん、せや日本の製薬会社の皆さんは、日本国民の命を守るためにあります。まあ、結果的に、せあの、開発されたお薬とかで、世界中の人を救っても構わんけど、とりあえず日本国民助けましょうよと、ということで、それで日本の製薬会社が、まあ、 技術を発展させてまあでもそこで政府がやるとまた自由貿易で人がい反対されちゃうんだけどねやっぱ市場原理に反してると反してますよだから何だと国民救う方が大事だろっていうようなこういう政治がね今なくなっちゃってるんですよね結果はまあこの後も続きますけどパカ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 と、えー、グローバリズムのトリニティが今進んでいます現実進んでますよと いう事態になっっててしまってますちなみに私は国家についてこういう階層構造になると思っていますまず一層として国土がありますね領土領空領海まあ領土領空領海も守れなくなってきてますけど <laughs> 日本国は、はい、その上にハードウェア的なインフラストラクチャーがありますこの話は最後にやりたいと思いますけどねインフラがあるでしょうとでその上にでしょここはよく分かんないんだけど普通の人は。 公的サービス、あるいは公,公的な力で守らなくちゃいけないソフトウェア的なインフラストラクチャーがありませんかと。例えば農業、医療、教育、防災、行政、建設、電力、ガス、水道などですね。こういう分野についてですよ。市場を開放しますと。民間参入してください。自由貿易です。外資規制かけません。やっていいわけないよね。なぜ農業は国民の食を守る。医療、言うまでもないです。国民の命を守る。教育。 はい。もちろん、この日本国の教育ですから、日本の生産性向上に、国家としての、あの、国民の一体性を維持するためにも、当然、教育は日本国家がやるんですよ。で防衛、まあ、こう言うまでもないですよね。で、行政、建設、電力が水道などなんだけど、ここは、恐ろしいことにですね、この、今、あの、赤は、赤い、赤の、赤の網掛けしてあるところですね。ソフトウェア的なインフラストラクチャー。ここってデフレでも、あまり需要が減りません。そりゃそうですよね。だって、デフレで貧困化したから、 だから、ご飯食べません。そんな人はいないですよね。で、病気になったんだったら、それはお医者さんに行くわけですよ。行くわけです。で、教育に至っては日本国民の義務の一つですから、当然やりますよと。こういう分野が美味しいんですよ。なぜなら需要があまり減らないから、それは減らないわなと。こういう部分について、まさに安倍総理、安倍政権は岩盤規制ですと表現して、それでぶち壊していってる。ぶち壊していってる。例えば、まあ、わかりやすいのが防衛ね。 防衛って日本国を守りましょうってことですから。当たり前だけど日本国民がやんなくちゃいけないですよね。ということは政府がやんなくちゃいけないんですよ。政府がやんなくちゃいけない。で、国際条約で、まあ、ジュネーブ協定で、その国民の軍、例えば日本国だったら自衛隊人で,ですけど、国民の軍が戦争とかで敵国の兵士を殺しても、これ殺人罪に問われません。そういうルールになってます。まあ、当たり前って言ったら当たり前なんだけど。で、傭兵は別ですからね。民間は別ですから。民間の兵隊さんが、 他の国で人を殺したら、それ殺人罪です。というような、そういう、えー、国際法になってます。私はそれで正しいと思います。正しいと思います。で、この防衛についてですよ。そのもう日本国民は自分の国を守るために自衛隊に入らないんだと。入らないんだと。しかも自衛隊の、緊縮財政で自衛隊の所有がどん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 悪化していってるから。どうするんですかね外国人雇うの <laughs> 外国人部隊やね、傭兵ですねで。傭兵さんたちが人を殺したら、それは犯罪ですからね。殺人罪に問われますからね。 で,でもこれ冗談でも何でもなくて、今、市ヶ谷の、その防衛省の門番さんたち、守衛さんたちですね。どう考えたって陸自がやるべきでしょ陸上自衛隊がやるべきです。なぜならば、市ヶ谷のすぐそばに皇居ありますから、皇居ありますから、ある意味で市ヶ谷の防衛省っていうのは、皇居を守る、日本国の根幹を守るっていう役割も担ってるんで、そこの守衛さんたちっていうのが、当然陸自がやるべきです。あの <laughs>、民営化されてます。信じられないでしょうけど。 民営化されていますなんで、コスト削減です緊縮財政だーってことでですね、笑もうこうわわわって言っちゃいけないんだけど、防衛省の守衛さんたちをその民間でやりましょうってことで、一般競争入札したんですよで一番安いとこ取ったんですよ。さすがに国籍条項、はあ、あると思うんだけど、はい、そんなことしていいんですかね。つまり、今、一概の防衛省で門番をしてる人たちは、あれ民間人なんですよ、民間人。これをもう一歩話を進めると、もう自由貿易じゃないですかってことで、 一概の門番さんたちが中国人っていうようよなねこれ論理的にあり得るわけです。グローバリズムのトリニティがある限り。そんなことやっていいんですかとよくはないですよね。あるいは行政。もう行政の、行政というのは要は地方自治体とかの職員さんたちですが、25%ぐらいは非正規雇用です。まさに、緊縮財政だもう公務員に金使うな公務員給料減らせっていう,こう圧力を国民がかけたんだよね。愚かなことに。 結果、は行政としては、まあ、しょうがないですね。わかりました。じゃあ、そんなになんか問題が出ない窓口は、規制緩和して、民間参入もあの認めましょう。さあ、どこが入っていったでしょうパソナですね。はい。パソナ。ということで、あの、窓口の職員さんとか案内してくれる人いるでしょうあの、市役所とか区役所で。あれ、派遣社員です。派遣社員なんです。それでいいの本当にと。 これ、結局何が起きたか。緊縮財政だーってこう圧力があって、じゃあこれ、民間の参入認めましょうと。なんか金金金金うるさいからと。じゃ安く抑える形で非正規雇用や派遣社員にしようってことで、非正規職員や派遣社員を送り込むビジネスが拡大したわけです。ビジネスが拡大したわけ。まあ、この問題も一番最後に話しますけどね。ということで、要はこれソフトウェア的なインフラストラクチャーのところまでですね、 バリバリ民営化して、下手したら外資参入認めるんじゃないのとか、電力とか水道とか認めますからね、実際。はい。建設もか。さすがに行政と防衛はまだなんだけど、医療農業も外資認めてますよね。外国の農産物ガンガン入ってきてくださいとかやってますから。はい。で、教育も、その、まあ、そういう方向に行ってます、完全に。まあ、さすがにまだ中国共産党出資の学校とかないと信じたいんだけども、 まあそういう方向に持っていかれてるわけですよね。ということでこのソフトウェア的なインフラストラクチャーの部分が一番おいしいってことでグローバリズムのトリニティのターゲットに日本でなってるんですよね。日本でなってる。じゃあ本番始めさせていただきます。5秒前4 3 2東京本番門教室 という番組をですね東京 MX テレビで日曜日の午後7時から8時各週なんですけど、えっと、番組をさせていただくことになりましたいわゆるフェイクデマ嘘そういったものがもういっぱいはびこってるっていうのはだもうよくご存知じゃないかなと思いますマガいモンばっかりの世の中の中でほんまの情報はこれないとほんまの考え方こうなんやとほんまに日本を要するんじゃないこうするのが必要なんやちゅう話をですね地上波の テレビでホンマモンを提供していくと各週で、えー、週1時間あ日曜日の午後7時ですからかなりいい時間帯ですよね絶対に面白い番組をホンマモンを一人でも多くの方にお届けしようと思ってございますのでぜひどうぞよろしくお願いいたします コロナショックによって世界中がパニックに陥ってしまいましたが日本はこれからどうなっていくのか重大な岐路に立たされている日本はこれから何をすればいいのかそのようなことを解説した書籍が三橋のの2021年第二次世界大恐慌と日本の危機ですこちらの書籍は書店では購入できません。こちららの QR コードまた概要欄からお買いい求めください いつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたします。そして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、はい、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。